Hello everybody! How are you today? I'm Summer.、えー、今日はですね、いつもの発音講座をちょっとお休みして特別企画、サマー先生の質問コーナーをやりたいと思います。毎回すごくいいコメントをたくさんいただいているのになかなかお返事ができず申し訳ありません。今回は質問を厳選して、えー、答えさせていただきます。そしてもう一つ、ちょこっとだけ皆さんに宣伝したいことがあります。 実は私サマーレイン2月17日の土曜日今週の土曜日ですね世界一受けたい授業という番組で授業をします皆さんもしよかったら見てくださいねはいでは本題の質問コーナーに移りたいと思いますまずはこちらです How are you と how are you の違いが聞き取れません教えてくださいという質問ですね R をちゃんと発音した時と音声変化した時の違いについての質問なんですね ちゃんと発音したときは、How are you?How are you? に聞こえます。または、You が音声変化して、How are ya? と発音する人もいます。How are ya?R が音声変化したときは、How are you? になります。How are you?How are you?How are you? という3種類ですね。R と You が両方とも音声変化することはほとんどないです。 片方のどっちかが変化します。しかし、How are you doing? の場合、a R e と U の両方が変化することがよくあります。How are you doing today?How are you doing this week? とかのように。Could you の U もやになるんですかという質問ですね。なりますね。Could you を d じゃと発音します。Could ちなみに、would you? も音声変化し、wouldja になります。wouldja。 Your e welcome の your も音声変化しますかそうですね、変化します。your ではなくて your と発音するので your e welcome になります。your e welcome イギリス英語では h a v e t o have to, have to をよく聞きますが、アメリカでは g o t t a got to の方がよく使われていますか という質問ですねうん。確かにアメリカではガダの方がよく使われていますが、ハフトゥもよく使いますよ。発音は音声変化して、ハフタになります。ハフタ。フェアンとファンの発音の違いは何ですかカタカナのファンだと FUN に聞こえます。ネイティブは FAN をフェアンと発音します。フェアン。 フェアン、ジャパンの2番目の A も、えー、そんな感じなんですよね。ジャパン、ジャパン、ジャパン。固有名詞において R と L の発音を間違えるとどのように響くのでしょうか。ロンドン、ブラジル、リチャード、リアなど R と L を間違えると確かに違和感はありますが 固有名詞は、まだ文脈からからわりやすいいと思うんでも理解してくれる人もいれば英語を母国語としない人と話すことに慣れてない人は混乱してしまう可能性があります最後に1つだけパーソナルな質問へのお返事です日本語は何歳ららいから勉強し始めたんですかえー、っと中学校3年生の時から独学を始めました高校は、 日本語の授業がある学校を選んで、えー、そこから本格的に学び始めました毎日日本のドラマとかを見てノートにセリフを書いてそれを暗記したり発音を真似したりしましたねはい今回の質問コーナーは以上になりますまた定期的に行いたいと思いますので皆さん英語の発音に関する質問ありましたらコメントしてくださいねなるべくお返事できるようにしたいと思います Okay, guys, thank you very much for joining me today. I hope you have a wonderful day, evening, night, whatever. And I'll see you next time. Don't forget about Sekaiichi. Please.